いやー、この度はですね、はい、ハローだよ。3月3日ね、本日、まあ今夜中なんですけども、坂上さんの、スポカの結果が出ている頃だと思うんですが、坂上さんがコロナにかかってしまいました。ということで、撮影ができないということになっております。なので、楽しみにね、してくれていた方多かったと思うんで、まあ、コメントとかまで来てたんで、残念ですが、撮影できません。じゃあどうするのかっていうわけなんですが、まあ、オンラインで繋ごうと思います。今は、やっぱり日にち明けて、まあ、何日間でしたっけ？今なんか、10日間ぐらいでしたっけ？撮影するっていうわけにはいかないので、当然、結果、知らないといけないですから、ね、スポカの。なので、繋ぐんですが、まあ、今すぐにというか、まあまあ、撮影して、その後、本当はね、朝にこう、来てもらって、もう撮影して、すぐ編集して、出そうと思ったんですが、まあ、撮影してもらって、そのデータ送ってもらって、このまあ、今撮ってるこのファイルと繋げて出すっていうことになるので、ちょっと間に合わないんですね、編集が。どうやっても。他にもやらなきゃいけない仕事とかがあるので、まあ、おそらく6時には間に合わないので、明日出したいと思います。まあ、ここの動画を撮ってる時は、実際にこうやってないので、まだリモートの撮影とかまだ行ってないので、ちょっとどんな風になるのかわかんない状況なんですね。まあ、ただ、撮ろうと思いますので、そちらは楽しみにしておいてください。そしてですね、第2の坂上さんオーディションですね、はい、募集しまして、一応もう、返事はしましたんで、きちんとね、やり取りのできる方だけっていうことで、そこで行いました。まあまあまあ、ツイッターなんでね、まあ、やりとり、まあ、できただろうなっていうね、選んだ方ですら、自己紹介すらしないってね、名前すら書かないっていう、ああ、やっぱり今の子たちだなと思いましたけど。で、あと、勘違いしてる人がすごく多くて、僕に指導してほしいですとか、英作文見てほしいですみたいな感じで来てるんですけど、そのようなことはしませんので、受験生版タイガーファンディングの中でそういう話になってやるってことはありますが、追っていく人を基本的にそういう、なんかこう、添削をしてほしいからとかですね、なんか教えてほしいからっていうのではやっておりませんので、だから結構ね、坂上さんの発表の動画でも、おー、ね、共通テストできるようになったら、おー、すごい森哲が指導してるからって来てましたけど、何にもしてないですので、私も何にも指導しておりません。で、逆に不合格になったら、森哲全然ダメじゃんみたいな、何にも指導しておりません。もちろん動画内でね、この問題解かせて、その問題分かんなかったとかだったら当然教えてあげますよ、そこはね。だから普段の勉強を、なんかこれやりなさい、あれやりなさいとかっていう風にやるわけではありません。その動画内では喋ると思いますけど。だから応募してきてくれた方、いろんなバックグラウンドがあるわけじゃないですか。いろんな塾通ってたりとか予備校通ってたりする人なんで、まあその指導をしてる人がいるわけじゃないですか。だからその先生のやり方とぶつかってはいけないですから、だから僕がそういうのに口出しをなるべくしないように。したいので、まあ、参考書、例えばこうやってて、解説に口出すとかっていうのはしたくないので。はい。なので、もちろん追っていきます。この模試の結果だったりとかは追っていきますが、常に添削するとかですね。常になんか授業をするとかっていうのは一切ありませんので、そこをちょっとね、勘違いしないでいただきたかったんです。という感じで、まあ、坂上さんの合格発表が終わってから、そのオーディション開催するとは、もう伝えては、あるので、前に応募してくれた人たちには。なので、まず坂上さんの合格発表が終わらないと、これスタートできないので、この企画ですね。具体的に何するんですかみたいな質問しか送ってこなかった人たちもいましたけど、まあそれは、おいおい、何をやるかを言っちゃったら、驚きもないでしょうし、という形です。まあいろんなバックグラウンド、いろんな志望校の人が一応応募してくれましたんで、まあ違う学年とか、全然関東じゃない人たちからもいっぱい来たんですけど、始めていきたいと思います。はい。頑張る坂上さんに向けての、せっかくプロモーション動画作ってあったのに。はい。こんな感じでプロモーション、実は撮ってあったんです。坂上誠也、19歳、現在埼玉に住んでいます。早稲田大学スポーツ科学部に入学し、最新のスポーツ科学を学び、スポーツ選手をサポートしたいです。早稲田政経と早稲田スポカを受けて、早稲田政経だけ受かりましたっつったら、行きますか、早稲迷っちゃいますね。行くでしょ。バイト辞める、もう学校、大学行かないって言うんだったら、ちょっと出してもいいかなと。はい。はい。どんな感じなのかちょっと聞いてもらいたいと思います。なるほどね。63点でこれこれやってんのか。ねえ、ちょっとやすいばいまでせん。すね。待って、だってこれまだ7割でしょ。そうですね、7割。いい判定です。はい。76点。おお、いいんじゃないですか。偏差値60.9。早稲田
スポカ E、 はい、まだやっぱ84ですね。おお、耐えたな、耐えた、よかったな、耐えたな。87ですか。おお、あ、よかった、きた、よかった、いやー、よかった。はい、リーディング、まず英語ですね、はい、76点、偏差値 57.3 か。なるほどね、やっぱり結構受けてる人数も多いからね、やっぱこう57ぐらいになるよね、偏差値。リスニングが75、なるほど、偏差値 58.4、 90点。おお、よかった、9割来た、よかった、よし、はい、ということで、よかった、一般入試編突入します。はい、まあ一応スポカー受けるでしょ。受けますね、これで。まあ小論でドーンっていく可能性だってあるから、ウィズです。買えなきゃよかったなぁ。デューどうすんの、だってデュー電池じゃないじゃん。ない。あはい、という形でございます。11515、はい、もう下すぐ出るね。はい、え、これ2つまとめてってこと？ああ、そうですね、スポーツ科学部競技スポーツ学科、はい、はい、おめでとうございます、合格です。おお、よかった。多分もうこれで、ああ、出ちゃった。今日出た、はい、不合格。うわー、もうこれ押しちゃったら出ちゃった、フランス文学怖っ。え、この横のこれを、はい、はい、はい、ということでした。いやー、こっちはそうか、英語と小論だったけど、いただきます。見慣れた光景になってきました、はい、こっちの方はこう、はい、合格ということで、ね、その受験ってそういうもんですから、だから本当に早く始めてください、まあ、遅すぎるんだよ、やり始めるのも受験をね、みんな舐めすぎてるから、そういうことです、早めに始めましょう、もう今の時期動いてください。